皆様ごきげんよう、高松奈々です。私は今ウクライナのキーウのホテルからこちらの動画を撮影しております。ウクライナにただいま取材に来て、いよいよ明日帰国いたします。ウクライナの民族衣装ビシバンカというのをね、私着ています。1週間のね、どういう取材をしたかということと、今後の動画のアップ予定などをいろいろお話できたらなと思っています。最初はですね、やっぱりキーウ市内はですね、どちらかというとウクライナの中でも安全な方だとは言われているんですけども、やっぱり戦争をしている国ということで非常に怖かったんですけども、街の中にはですね、日本の報道とは違って平穏な空気がこう流れていて、そのことに非常に驚きました。1日に 2,3 回ですかね、ミサイルのアラームが鳴るんですけども、急いで私もシェルターに逃げるんですけども、シェルターに着くと誰もいなくて、もう皆さんそれが日常だから特に逃げるってこともしないんだよっていう方とかもたくさんいらっしゃったりとかして、日本との報道とのギャップに驚いたりなんかもしていたんですけども、やはりボロジャンカとかイルピンとかブチャですとか、少しひどかった地域にですね、取材を進めると今でもアラームの音が怖くて、そのことが蘇ってしまうっていう方とかもたくさんいらっしゃったりですね、しました。で、今回私はですね、子どもたちにたくさん取材をしました。それはですね、日本の平和学習のために今回取材に来たんですけども、同世代の子どもたちが戦争というものに対してどういうふうに思っているのか、日常生活がどう変化したのかということをお伺いしたいと思いました。自分の学校が崩壊して通えない子、自分の家にですね、ロシア兵がやってきた人、本当にいろんな子どもたちがいました。ポーランドが作った仮設住宅にですね、取材に行ってそこで過ごす男の子と話をしたり、男の子はですね、本当に友達がみんないなくなってしまって、それが寂しいっていうようなことを話してくれたりですとか、イルピンでは女性市議の方にお会いして被害の実態をお伺いしました。本当に女性はですね、強姦レイプにあった方がたくさんいらっしゃるということで、亡くなった方の女性のですね、体を検査したところ、50個の異なる精子が検出されたと、50人の、だから男性に侵されたということですね、ロシア兵に侵されたということが、分かったりですとか、他にも政治家の方、ジャーナリストの方、町の方に、どうやったら戦争侵攻を止めることができたと思いますかと、ロシアの侵攻を防げたのかということを聞きました。本当にいろんな答えが返ってきました。ある政治家の方はロシアとの間に国境にこう壁を作るべきだっていうようなことをおっしゃったりですとか、武器をもっと買うべきだったとか、防衛費を増やすべきだったとか、経済大国になるべきだった、いろんなことがお伺いできました。他にも日本人義勇兵の方に取材させていただいたりですね、本当にたくさんの方に取材をすることができました。こういうウクライナに来たということをですね、言うとですね、かなり批判的な目も意見もご意見もありました。もちろん私はジャーナリストなので、批判にさらされるっていうことが、仕事だとは思っていますが、一部心ない言葉もありました。もっとひどい戦闘地域に取材に行けというものやですね、親ロシア派の人たちからの、誹謗中傷ですとか、私がうまく自分が今回行く取材趣旨とかを説明しきれなかったのかなと思うと同時に、悲しくなりました。独立記念日ですね、独立広場に行くと日本人ジャーナリストの人ともたくさんお会いしたんですね。激しい戦闘地域に行ってらっしゃる方もいました。なのでぜひね、私にそういう批判を向けるのであれば、その書き込みをする手間があるのであれば、そういう戦闘地域に行っている先輩ジャーナリストの方々のね、ご意見を拡散していただいたりとか、なんかそういう風にして、いろんな声、ウクライナにもいろんな声があるわけですよ。そういう私が取材したような子どもたちの声もありますし、普通の街並みの人がどういう風に戦争を捉えているのかっていうのもありますし、戦闘地域だってあります。そういう方をね、拡散してほしいなと思いました。私は日本の平和学習をアップデートしたいという思いで来ました。子どもたちが日常生活がどう変わったのか、またどうすれば国を守るということができるのか、
ということをですね聞くということです。それはですね、まあ、皆さん口々におっしゃるんですよ。いや、まさかロシアが攻めてくるなんて思わなかった。それはクリミアのことがあったりとか、そういう状況があってもまさかこんなこの時代に侵攻してくると思わなかった。でも実際侵攻してきたわけです。これは日本だって他人事ではありません。隣国にはですね、北朝鮮、中国、そしてロシアがあります。日本は危機感を抱いているでしょうか。私は日本でもう少しそういう危機感を皆さんと持てたらと。日本だって今、いや、ウクライナのこと対岸の火事だと思ってる人多いと思うんですよね。だからそれに対してどのように思うか、日本は今どういうことをしたらいいと思うかということを聞いたりとか、アドバイスをくださいという質問をしたりもしました。そういう声を伝えることで、まあ、日本も平和を祈るっていうような平和学習から、平和を作るために何をすべきだったか、経済を発展させるべきだ、外交努力をすべきべきだ、安全保障、防衛力をもっと高めるべきだ、まあ、いろんな考え方があると思います。そういうのを考えてもらうきっかけになればと思っています。日本での平和学習というのは、語り部の方、沖縄戦を経験された方、広島長崎の原爆の被爆者の方、そういう方々っていうのは高齢化しています。それで私の会社にですね、私は主権者教育という政治の授業を届けるということを専門にしていますが、私の会社にもたくさんの問い合わせが来ているわけですね。平和学習をこう語り部の方がご高齢化して新しいものを作らなきゃいけない、さらに時代が変わり、こうやって力による現状変更っていうのがあからさまに民主主義の脆弱さみたいなところがですね見えた中で、じゃあどうすればいいのか、平和を作るためにはどうすればいいのかということを考える教材が必要だと思い、今回それを街の人の声を聞くことで日本で伝えられないかと思いました。今回ですね、約30人ぐらいの方ですかね、インタビューいただきました。ロシア語とウクライナ語でだいたいインタビューいただいております。翻訳して動画編集もね、その言葉でできる方今探していますので、まあ、もしご協力いただけそうな方いたら連絡いただきたいんですけども、少し編集に時間がかかると思います、インタビュー動画については。なので街の様子ですとか被害状況ですとか、お伝えできるものはショート動画にして、 YouTube ショートにして、あと私の TikTok とか Instagram とか Twitter にも少しずつアップしていきたいと思いますので、そちらをフォローしてください。私の取材はですね、激しい戦況を伝えるものとか、こういう被害実態がありましたっていうものとは少し違うものなので、ずっと皆さんに考えていただくという平和学習の教材を作ろうと思っているので、それを学校の先生とかにご自由に作っていただこうというふうに思っています。そういう教材を作ろうと思っています。今回の取材費用ですね、結構お金かかっています。飛行機代で20万ちょっとぐらいですかね。他にも交通費とか翻訳とか、こちらでの移動代ですとかホテル代ですとか、いろんな形でお金がかかってきていますので、どうか取材の経費ですね、私のですねマンスリーサポーター制度、単発のサポートもできますし、この YouTube を見てスーパーサンクスをしていただくこともできます。ぜひご支援いただけると嬉しい限りです。今回一緒に行ったマスコミのコーディネートとかもたくさんされている方だったんですけども、こんな丁寧に取材をしているマスコミは初めて見たというふうにおっしゃっていただいたりとか、他の先輩のジャーナリストの人とかともお話した時に、いや、ちょっと我々の視点とは全然違うねっておっしゃっていただいたり、新しい形いいんじゃないかっていう形で激励いただいたりもしたので、今までの日本の報道とは戦況ですとか ひどい被害実態とは違う、また市民の声から見た戦争、平和を作るとは何かっていうことが見えていると思いますので、ぜひ見ていただけると嬉しい限りです。ウクライナの人々は今世界に対してどういう支援を求めているのか、まあ、いろんな方にお話を聞いたんですけども、やっぱり一番はお金ですね。生活費困っている方が多いいらっしゃるということで、できたらお金のご支援いただくこと、あとウクライナの経済を回すってこともとても大事なことです。なのでですね、私もこういうふうに民族衣装をね、こちらで買い物をしたりしましたが、ウクライナのものをね買っていただくっていうこととかも、できることかもしれません。ウクライナはですね、やっぱり武器供与もそうですし、金銭的な支援も含め、やっぱ国際社会からの支援によって今支えられているというところがあります。なので私たちがそういうウクライナのことを忘れない、
やっぱり日本での報道量どんどん減ってきてしまっています。忘れないっていうことも非常に私たちができる大切なことじゃないかなと思います。ということで長くなってしまいましたが、ぜひいろんなご意見あると思いますが、応援していただけると嬉しい限りです。全部出たら会計報告とかもね、できたらさせていただきたいなというふうに思っていますので、ぜひぜひご支援をいただけると嬉しい限りです。また日本での平和学習のね、講演以来もウクライナの子どもたちがどういうことを話していたのかとか、そういうこともお伝えできればと思いますので、講演の依頼とかお待ちしております。ではありがとうございました。ごきげんよう。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価お願いいたします。それではまた、ごきげんよう。